パープルフリンジとはデジタルスチルカメラ等において高輝度部分に隣り合った低輝度部分に紫色やマゼンタ色の偽色が出る現象のことである。高輝度部に隣接する低輝度部に発生する偽色は英語でカラーフリンジェングと総称されデジタル領域での幾何学的な倍率色収差の補正で解決する場合も多い。パープルフリンジという用語が使われる場合は 倍率色収差に起因しない症状を指していると考えられる。軸上色収差センサーのフォトセルから溢れた電子の隣接フォトセルへの混入、バイヤー保管などの処理アルゴリズムなどの複数の要因が単一であるいは複合して減少を発生させていると考えられている。軸上色収差起因の場合、青色や青紫色のパーアップルフリンジになることが多い。 ブルーミングキーンの場合、偽色の色はホワイトバランスゲインによって作られるため赤色と青色に同程度のゲインがかけられることが多い一般的なセンサーと屋外条件では色はマゼンタ色になることが多い。軸上色周差に起因する場合、レンズの設計によっては絞り込むことで症状が軽減する場合がある。ただしレンズによっては 絞り込んだ方が軸上色周差が大きくなる場合もあるので注意。ブルーミングキーンの場合、センサーの感度設定を高感度寄りにすることで解決する場合が多い。CMOS センサーにはブルーミングは発生しないとする説明が多く見られるが、これは CCD センサーの転送 CCD に溢れた電子が混入して生じるすみやと混同した間違いである。ありがとうございます。